日本バスケットボール協会が主催していた中学生のバスケットボール大会である。2019年の第32回を最後に大会終了、翌2020年より全国 U15 バスケットボール選手権大会に改編された。東京体育館1988年に関東地区の男女各8チームにより第1回が開催され、翌年の第2回より12チーム。 第4回からは16チーム臨番制を経て、1997年の第10回記念大会より48チームとなる。カップタイトルは、第20回まで、富士ゼロックス特別協賛により、富士ジロックスカップとして行われていた。第29回は9年ぶりとなる、特別協賛者として、JX ホールディングス JX エネルギーが付き、JX ウェネオス。 都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会として開催される JOC ジュニアオリンピックカップに位置づけられているしかし日本協会が日本オリンピック委員会より資格停止処分を受けたため2008年はジュニアオリンピックカップを授かることができない開催日程は毎年3月下旬関東で3日間にわたる出場チームは 各都道府県ごとに選抜1チームを結成。初日は予選リーグ2日目と3日目は東京体育館で決勝トーナメントを行った。第29回大会48チームを3チームずつの16グループに分けて予選リーグを行い、各組1位が決勝トーナメントに進む。ありがとうございます。